WBC をはじめスポーツイベントなどのチケットをめぐり、いまだに多くのダフ屋行為が横行しています。そうした中、近年増えているのがネット上での高額不正転売です。その実態を取材しました。大型スポーツイベントの観戦などで盛り上がる中、今改めて問題となっているのがダフ屋行為をはじめとするチケットの不正転売です。1月、東京国立競技場で行われた大学ラグビー選手権の決勝戦。多くのラグビーファンが会場に足を運ぶ中、駅前に佇む怪しい男たち。その近くで群衆の中からダフ屋を摘発すべく目を光らせているのが、警視庁生活安全特別捜査隊、通称生徳隊。売る時はね、多分離れますから。会場方向に全員移動し始めました。終えるとこまでちょっと追いましょう。ダフ屋行為は各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。男らは去年10月にもダフ屋行為をしていて、常習性があるとして生徳隊がマークしていました。そして捜査員が決定的瞬間を押さえました。ダフ屋の手から不正転売のチケットが購入客に手渡された瞬間です。やつら見といてもらっていいですか。もし動いたら追っかけてもらって。私はちょっとお客さん声かけますんで。捜査員がチケットを購入した女性に近づきます。すいません、ちょっと警察なんですけど、はい、さっきのおじさん、はい、行為自体がね、ダフ屋行為といって違反なんですよ、はい、うん、だから我々警察はね、今捜査してまして、ちょっとご協力いただいてるんですけど、はい、いくらのチケットですか。5000円です、うん、それいくらで。3700円です。3700円って言われて、うん、うん、じゃあ定価より安くあれ、うん、分かりました。ああいうおじさんはもうね、違反なんで、今後はちょっと気をつけてください。感染目的でダフ屋から買っただけでは罪には問われません。しかし捜査員はダフ屋撲滅のため購入する側にも注意を促します。本来はこれでお客さん協力を得て現行犯逮捕でもいいんですけど、彼らはですね、まあ、否認するというのとですね、まあ、常習性の裏付けを取るという意味で今日は捜査をすると。ただ否認してもってことですか。そうです、もうか、はい、そうです、そうです、揃えた上でですね、現行犯逮捕じゃなくてという形でですね。この日、生徳隊は男らの行動確認や内偵捜査を進めるにとどめました。そして9日後の1月17日、生徳隊が男らの同時逮捕に動きました。本日の被疑者はね、逃げる、暴れるっていうね、状況が想定されてますので、それぞれ逃走防止、受傷事故防止ね、それで気をつけていただいて、現場に到着するまでの間ね、いろいろな想定、さまざまな想定をね、シミュレーションして、どんな事案にも対処できるように、準備をよろしくお願いします。以上です。午前8時45分です。捜査員が容疑者宅へと入りました。これから家宅捜索が行われると思われます。不特定のものに転売する目的でダフ屋行為を行ったとして、宇都宮市に居住する
無職の75歳の男を逮捕しました。男は容疑を認めました。また同じダフ屋グループで国立競技場付近で女性にチケットを売っていた横浜市に居住する無職の72歳の男も逮捕しました。男は容疑を否認しました。さらにもう一人を逮捕しましたが起訴猶予で不起訴。二人は起訴されました。都内でのダフ屋行為は常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。ダフ屋の需要はですね減ってきてますね。ただし一緒に行く予定だったお友達等がですね急遽行けなくなり余り券を持って会場に行ったところですねダフ屋に余り券を買うと声をかけられ売ってしまうケースはあり得ると思います。そして今問題になっているのが今はネット上でのチケットの不正転売これが、大きな社会問題となっております。社会問題化しているインターネット上での不正転売いわゆる転売ヤーの実態に迫りました。実際にチケットを調べてみるとこのように50万など高額で転売されています。現在世界一の奪還を目指し野球の日本代表が熱戦を繰り広げている WBC をはじめチケットの不正転売がインターネット上で横行しているのです。中には定価1万6000円のチケットが1枚あたり50万円と30倍の高値で売りに出されているケースも。ネットでのチケット転売については2019年6月に施行されたチケット不正転売禁止法により犯罪行為として摘発することが可能になりました。特定興行入場券と呼ばれるチケットを興行主の同意を得ずに販売価格を超えて転売したり転売目的で譲り受けたりすると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられます。特定興行入場券とは興行主の同意を得ずに有償譲り受けを禁止することを明記したもの。特定の日時場所および入場者または座席番号が明記があること。購入時に入場資格者または購入者の氏名または連絡先の確認措置を講じたことが明示されたものを言います。スポーツイベントやコンサートなどのチケットは特定興行入場券にあたります。チケット不正転売禁止法が施行されましたが実際には昨年の日本シリーズでは把握できているだけでもチケットの不正転売は4000件を超えてました。把握できていないものを含めるとそれ以上の数が転売されていると考えられております。コンサートのチケットを販売するときに最初から転売目的で購入する人たちがいるんですよね。コロナ前の2015年から16年あたりから取り組んでたんですけどもその時には約ですね300億円ほどの収入ロスが生まれていました。チケットの高額転売はなぜ後を絶たないのでしょうか。1万円のチケットを10万円で購入したことがあるという男性はそもそも倍率が高くて全然当たんない時とかはまあただ入りたいからっていうので買うってことが多いですね。現地で切った方がやっぱり楽しめるなっていうところもあって一方でチケットを不正転売したことがあるという人物は最初は本当に同行しようとしてた友達がコロナになっちゃって空席になっちゃうんで、まあ、空席作るぐらいなら直前で行きたい人にお席を譲ってあげようかなみたいな感じで始めて、まあ、そこからだんだんって感じですね。2連のチケットを最初は軽い気持ちだったといいますが高値で売れると
次第に小遣い稼ぎに変わり、数回にわたって転売したといいます。最低金額を提示して、まあ、オークション形式じゃないですけど、その中で一番条件のいい人に売ったりしてます。自分は8万円ぐらいで取引したことがあるので。さらに個人ではなく集団で転売しているグループもあるといいます。団体で申し込んでるんですよねみたいなやり取りの中でやっぱり垣間見える時があって、集団でチケットをもうたくさんこう集めてそれを高値で売りさばいたりしている人たちもいるみたいですね。そしてコンピューターの自動プログラムを使って申し込んでチケットを買い占め高額で転売する業者もいるといいます。こうした最初から転売を目的にしている転売ヤーによって一般の人がチケットを手に入れにくい状況が生まれていることに業界団体は、チケットを取ろうとしているのに取れず売り切れた直後から転売サイトでチケットが定価の何倍もの価格で販売されている。不正転売は本当に野球を見たい方が正規価格でチケットを手に入れることを妨げ、ファンの皆様に公平公正に試合を観戦し楽しんでいただく機会を妨げます。我々はやっぱり本当にそのアーティストを好きで愛情を持って見に行きたいと思っている人たちにチケットを届けたいなと思ってます。転売ヤーによるチケットの買い占めなどを防ぎ、適正なチケット流通のため、日本野球機構、プロ野球の2球団、日本音楽事業者協会などは、警視庁と悪質な転売に関する情報を共有することなどの協力協定を結びました。締結以降は、意見交換や情報交換が非常に活発になり、プロ野球のチケット転売についても数多く摘発していただいております。転売目的でチケットを買っているような人たちの情報を、転売サイトだったり警察と共有しながらブラックリストを作っていって、なるべくそういったような、購入のされ方がされないような努力もしてますし、我々はそのファンの方々に公平にチケットが行き渡るような努力を引き続きずっとしていきたいなと。今後ともその協力団体と関係を密にして、さらに協力団体が拡充するように努めてまいりたいと思います。犯罪行為であるチケットの不正転売、業界団体などはチケットを正規料金以上の高額で購入しないことや、不要になったチケットは公式のリセールサイトの利用や払い戻しすることなどを呼びかけていて、警視庁はダフ屋行為や転売ヤーの取り締まりを引き続き強化していく方針だということです。こういった後を絶たないチケットのダフ屋行為や不正転売について社会部の花川記者に聞きます。花川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて今回撮影したダフ屋、あれがどうなったのか教えてください。はい、今回3人が逮捕されましたが、うち2人が起訴、残る1人については不起訴になりました。また逮捕事実として警察から問われているのは、今回私たちが撮影した大学ラグビー選手権ではなく、去年10月に国立競技場で行われましたオールブラックス戦のチケットのダフ屋行為についてです。横浜に居住する男が主に買い取りを行っていて、他2人の男性、男については声をかけていたという疑いになっています。密着した大学ラグビー戦でのダフ屋行為については、今回逮捕事実の裏付けだったり、余罪として扱われています。今回このうち1人が不起訴というのはどうしてなんですか？証拠の裏付け等の結果、不起訴処分、起訴猶予で不起訴となってしまいました。そして今回取材時のダフ屋の様子やその警察の動きについても教えてください。はい、基本的にダフ屋については、会場の最寄り駅改札の前で売るよ買うよなどの声かけを、誰にでも行っていました。また当日映像には残っていませんが、中学生の2人組に対して、売っている様子も見受けることができました。その際声をかけた場所の近く、駅の近くではなくてですね、駅の近くにあるトンネルで、周りの様子を伺いながら、取引を行っていました。また開演近くになるとともに会場近くに移動しまして、入場する客に対してチケットの売買を行っていました。
また試合開始してからもですね、チケットが余っていたということもあり、粘り強く売る行為を行っていました。まあ、最終的には後半戦が始まって少し経ってから試合を見ることなく帰宅していくことがありまして、でまたその売るよ買うよという声かけのうち、捜査員が周りで見ていたんですけれども、その捜査員の方にもその声かけをしていたので少し驚きを感じました。確かにそうですね、警察にも声をかけていたということなんですね。でもつまりこう例えばチケットを持たずに近づその会場に来るという方も一定数いるっていうことなんですよね。そうですね、そのチケットを持っていなくても会場の雰囲気を楽しみたいだったり、そういう、まあ、友人に会いに来るという目的でチケットがなくても来てしまう方も多数いたように見受けられます。そして先ほどの映像を見ますと、その現行犯逮捕と通常逮捕といろいろありまして、逮捕の形にこうかなりこだわっている様子ありましたが、それはどうしてなんでしょうか。はい、まず現行犯逮捕は逮捕状がなくても逮捕ができることになるんですね。それに対して通常逮捕というのは、裁判官が発布した逮捕状が必要になります。ダフ屋行為の場合は主に現行犯逮捕が多いんですが、今回は証拠の裏付けを行い、逮捕状のもとを逮捕する通常逮捕を行いました。まあ、それによって、まあ、現行犯逮捕だけでなく通常逮捕も行えるんだよっていう警告を鳴らすとも意味もあり、また今回密着したダフ屋のでは VTR でも証拠に VTR でも紹介した通り、証拠の裏付けを行っていて、また共犯事案であるので現行犯逮捕がすごく難しくなってしまうんですね。なので共犯性の裏付けをつけるためにも、通常逮捕に踏み切りました。そして改めてなんですけれども、そのダフ屋行為と不正転売の違いっていうのはどういうところにあるんでしょうか。はい、ダフ屋行為は各都道府県の迷惑防止条例違反に問われます。公共の場所、乗り物で行う行為でして、売ろうとする、買おうとするという未遂についても、罪になってしまいます。買う側については特に罪には問われていません。また電子チケットもダフ屋行為はできません。それに対して不正転売というのは、チケット不正転売禁止法という罪に問われまして、日本国内のインターネット上での主な行為になります。また特定興行入場券と言われまして、そのチケットにのみ該当しています。そして定価を超える価格で販売すること、転売を目的として譲り受けることが罪になり、電子チケットはも含まれることになっています。先ほど V にもありましたが、特定興行入場券というのをちょっとこうよくわからないので、もう一度教えていただいてもいいですか。はい、特定興行入場券というのは興行主の同意がない有償譲渡を禁止する旨を表示されていて、券面チケットに表示されていること、また興行の日時、場所、座席が指定されていること、購入者の氏名と連絡先がを確認する措置がされていて、それが券面に記載されていること、これらのいずれにも3つ全てに該当していて、なおかつ不特定多数または多数のものに販売される芸術やスポーツイベントのチケットなのことを言います。じゃあこういったものをインターネット上においてこう転売したりするのは違法ってことなんですね。そうですね、ただその違法についてなんですけれども、はい、まあ一度高値で売ったからといって罪に問われるわけではないので、そこはちょっと注意していただければと思います。じゃあ何度も何度もそれをこう例えばビジネスのようにやっていたりすると罪に問われる可能性が高くなるということですか。そうですね、反復として業として行うと罪に問われてしまうので、まあ、反復して主に2回以上やってしまうと罪に問われてしまう可能性があります。こういったダフ屋行為ですか、不正転売には罰則はどのようなものがありますか。はい、ダフ屋行為は各都道府県の迷惑防止条例で、罰則は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金またはその両方が東京都では課せられます。不正転売についてはチケット不正転売禁止法になりますので、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方が課せられます。先ほどの映像はそのダフ屋の取り締まりでしたけれども、チケットの不正転売というのも取り締まりというのはある強化されてるんですか。はい、実際にチケットの不正転売の取り締まりは行っています。で警視庁でも逮捕事実が 何件かあります。そこでは主にアイドルのコンサートであったり歌舞伎など演劇のチケットの取引転売を確認されていて逮捕されています。またVTR でも紹介しました通り、警視庁はその協力協定を業界と結んでいるので、そこによってスムーズにやり取りが進んでいるので摘発が進んでいるといいます。これってこの定価よりチケット安くてもダメなんですか。あ、
チケットの不正転売に関しては定価以上のものに限りますので、はい、定価以下でしたら特に問題はありません。ただダフ屋行為だしと値段に関係なくダメっていうことですね。そうですね、売る側についてはダフ屋行為は売る、安くても高くてもどちらでもダメです。でもこれ見るとすごい、本当にすごい額に、ね、なってるんですね、はい。でも例えばこう私たちがチケットを持っていてでも急遽こう行けなくなったみたいな時はどのようにしたらいいんでしょうか。はい、公式のリセールサイトを利用したり、または払い戻し、行けなくなってしまったので払い戻しを行ったり、または購入者のみ入場可能と書かれているチケットの場合ですと、その定価で譲り渡してもちょっと入ることができなくなる可能性があるんですけれども、定価で譲り渡そういう明記がされていない場合は定価で譲り渡すなどをして対策を取っていただければと思います。不正転売もそうですけど、やっぱりこう買ってしまう側もその不正転売を助長してしまっているんじゃないかなっていうのがやはりこう、感じられるんですけども、買ってる人たちの声とかっていうのは実際入ってきていたりしますか。はい、買っている側に関しては、抽選でチケットが当たらなくてどうしても買ってしまったという話もあります。またなんかコンピューターの自動プログラムを使って一斉にアクセスを仕掛け根こそぎチケットをすべて持っていかれてしまうので、本当のファンや一般の方が買えないという実態もあります。その売る側については一度高値で売れたことによってそれをきっかけに小遣い稼ぎとして、複数回行ってしまったという人が取材ではいました。主にまたその売買については SNS でやり取りを行っていまして、そのチケットが欲しい人に対して募集をかけるツイートをなどをするんですね。でその際に検索に引っかかりやすいような文言、例えば会場名だったりそのチケットの名前名称ですかねを入れて、それに対して欲しい人が連絡をしてきて会場で直接やり取りをするなどしています。高額なチケットを買った人の中には、先払いで振り込んだのにチケットが受け取れないという事態があったり、一部を送金してその後現場でそのコンサート会場でやり取りを取引を行うっていう時に実際にはその人が現れずにチケット連絡が取れず詐欺行為に遭ってしまうという話もありました。それは本当にね、行こうとしてた人たちからするとね、悲しいですけど、やはり買う時に欲しい人が買えないっていうところに問題があるということですかね。そうですね。じゃあやっぱり欲しい人に対してちゃんと適正に渡るようにということで業界団体の方も対策を行っておりました。でも確かにプログラミングみたいなので買われたらこう結構もうどうしようもないというかこう対策もなかなか難しそうですよね。はい、やはりでもなんかなくならないものなんですか、こういう不正行為とかダフ屋行為というのは。そうですね、人気のチケットはどうしても完売してしまいます。なので完売したことでチケット購入希望者がやむを得ず売ったり買ったりをしてしまうので、そこは少しなくなることは難しいのかなと思いますが、各業界各団体がそういう適切な対応を取っていくことで とあと警視庁が摘発を行っているので、だんだんと少なくなっていくのかなというふうに考えています。そうですね、例えば売る側もですし、プラットフォーマー側とかその転売サイトとか、そういうところもなんか全部気をつけていかないとなかなかなくならないなって思いますけど、何かこう具体的な対策をこういうのをしてますみたいなのって入ってきていますか。警視庁としてはその協力団体を結ぶことでそういう各団体と直接連絡を取ることができるようになったので、例えば前回のチケット、ある女性アーティストさんのコンサートが転売されていて摘発された件についてはそういう警視庁とその直接その団体がやり取りしているのですぐに摘発することができたなどがあります。改めてこう私たちが気をつけなければいけないことってどんなことでしょうか。そうですね、たとえダフ屋等に会場近くで売るよう買うようなど言われてもそういう行為には応じないことでしたり、もしチケットが手に入れられなくてもそういう高値で買うのではなくてそういう定価で譲っていただくだったり、そういうふうなどうしても行きたい気持ちがあるとは思いますが高値では買わないようにしていただきたいなと思っています。そうですね、本当にそれをね買ってしまうとやっぱりねこうどんどんなくならないっていうか、そのままね誰かのこう懐に入ってしまうっていうのがありますもんね。はい、でいろいろここでまたコメントをちょっといろいろ聞いていこうかなと思いますけれども、ですね、視聴者の方からコメントが来てますが、花川さん緊張してるっていうのが来てますけれどもいかがですか。はい、少し緊張してます、ね、いやでも非常に分かりやすく教えてくださいまして、はい、ありがとうございます。ダフ屋ってそんなに儲かるのかなっていう質問が来てますけれども、はい、どうなんでしょうか。と
今回の VTR でもあった通り定価以下で売っていたので実際に儲かっているかというのは謎な部分もあるんですけれども、まあ、どうしてもそういうふうに需要と供給があるので売ってしまっていたり、あとはそのダフ屋に今回のダフ屋に関してはやっぱこう年齢も高齢化していたのでインターネット上での取引ができないので、まあ、昔ながらの方法でやってしまっているというのを感じました。だいぶその主流というかそっちはもうネット上に移ってきているという感じですか。そうですね、あのどうしてもダフ屋行為が、まあ、あの会場付近に行かれていて皆さん分かるかと思いますが減ってきていて、まあ、今は主にインターネット上での不正転売が増えています。他例えば声をかけているだけでは罪にはなりませんよねっていうのも来ていますが、そうですね、声をかけているだけでは罪にはならないんですけれども、まあ、声をかけてそこで応じて売ってしまったら罪になります。なるほど、分かりました。でもやはりね、こう本当なくなってほしいなっていうのが今日のを見ていてもやっぱりこう欲しい人に、ね、手に入るものであってほしいなっていうのが強く感じられました。はい、はい、花川さん今日詳しい解説ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。